こんにちは、きくちゃんみです。今日はですね、なんと家族で熱海に温泉旅行に来てます。イエーイ。こんな感じで、じゃん、ここにお風呂があります。ちょっと今のご時世的に部屋の中にお風呂があるところで車で行けるところがいいねっていう話をしてたので熱海に来たんですけど、今日は生後7ヶ月の子と一緒に旅行した時の持ち物紹介します。なんかね、生後7ヶ月になって、まあ、離乳食も始まったんですけど、ここの旅館は別料金で離乳食用意してくれるんですけど、10倍がゆとか7倍がゆとか自分たちで選べて、で、うちだったら今お野菜はだしとか味付けなしでそのままのペースト状であげてるんですけど、それも用意してくれたりしてすっごくありがたいです。なので今日の夜と明日の朝は温泉でいただくものとなってます。で、一応今日持ってきたのはこんな感じでジップロックの中にエプロン持ってきました。家ではね、硬いの使ってるんですけど、ちょっとあの持ち運び便利なこういう柔らかい方にしました。全部可愛い袋に入れてこようと思ったんだけど、何かとやっぱり小さい子供と一緒に外出すると汚くなるんですよ。なので捨てられるようにこういう感じの保存袋に入れてきました。あとはこんな感じでこれもジップロックに入れてきて、でホリエーゼン一応2本でしょ。で、いつもお湯とか入れてるこういうのに粉ミルク入れてきました。粉ミルクの計量のものも入れてきたんで、ちょっと待ってくださいね。今コウミさんのミルクを作るので。はい、ソーリー。はい、こんな感じで粉ミルクはちょっと多かったんで、いつもお湯入れてるものに入れてきました。で、こういう麦茶持ってきました。今ね、小網さんはね、ストローとかマグとかもう全然使えなくて練習中なので、これはちょっと予備で持ってきました。携帯用のスプーンも持ってきました。ちょっと食べ慣れてるものの方がいいかなと思って持ってきたのと、あと一応このね、ここのとこやつね、私ね大好きなの。私も大好きだし、小網さんもねよく食べてくれるんですよ。味鮮なんとかさんのこれオーガニックのおかゆなんですけど、これすっごい美味しくて外出時にはよく使ってます。あとこのタンパク質は裏ごしのお魚を持ってきました。使う機会はあるかわかんないんですけど、まあ一応あの帰りとか食べたい時にこれあげたいなと思ってます。あとは哺乳瓶を洗うもの、これも家で使ってるブラシなんですけど、ちょっと携帯用とかがなくてもういいやと思って、そのままこんな感じで持ってきたんですけど、洗剤はこういうちっちゃい容器に入れて持ってきました。いつも電子レンジでチンして消毒をしてたんですけど、それは持ってこないで沸騰したお湯で煮沸させようかなって思ってます。あとはこちらポーチにおむつを大量に持ってきました。こっちにも入ってるんですけど、今ね、あの離乳食始まってから結構うんちが多くて、本当にたくさんおむつ使うので、これでもかってぐらい持ってきたのと、あとはお尻かぶれのクリームと保湿クリームですね。あと肌着、あとはおむつの似合わない袋を持ってきたんですけど、お部屋におむつ専用のゴミ箱を用意してくれてました。なんかね、ちっちゃい子供と一緒に行く温泉ってどんな感じなんだろうと思ってたんですけど、子供 OK なところはすごくこう親身になっていろいろ助けてくださったりして、ベビーベッド用意してもらったりとか、ベビーチェアをご飯のところに用意してくれたりとか、その離乳食用意してくれたり、お湯とかも用意してくれたり、本当になんか何でも申し付けくださいみたいな感じで言ってくれたので、一応は持ってきたんですけど結構用意してくれてました。で、あのなんだっけ、これベビーカーじゃなくてこれね、これあ、ガーゼです。もうバカじゃないの私。で、あとはコアミさんの日焼け止め、フォーファームの買ってみました。あとこれ出産祝いでいただいたのがあって、持ち運びができるオーガニックのボディーソープとオーガニックのシャンプーですね、ベビー用ので、こっちもおむつとお尻拭きなんですけど、なんかおむつ何かと使うかなと思ってちょっと別々に入れたりしてます。あとこちらのポーチ、なんて言っていいかわかんないですけど、こういう私にも巻きつけられるし
椅子にも巻きつけられるっていうものなんですけど、こうやって私に巻きつけるじゃないですか。小網さんを私と同じ方向に座らせて、小網さんがさ、これだったらこういう感じで、でここでまた止めることもできるし、まあこれが私じゃなくて椅子でもできるんですけど、私は楽天で多分2000円ぐらいで買ったんですけど、膝の上では座らせられるけど、こう前に行っちゃったりするじゃないですか。で、手を使えなくなっちゃうから、これあるとすごい便利です。で、あとは押し手帳ですね。旅行とか行くときは必ず持ち歩いてます。あとはいつも通り水だけコットン、おままシュッシュ、リップ、はい、あとは小網さんが今ハマってるニコニコっていう絵本、おもちゃはいつものスタメンを持ってきました。で、手持ちでこんな感じでエコバッグを持ってきたんですけど、そのエコバッグには抱っこ紐でしょ、帽子、病院からもらった湿疹の薬、布絵本を持ってきました。はい、こんな感じですね。で、あとは全体的に私とかいっちゃんとかの、あの下着とかお洋服とか持ってきたんですけど、それは全部一つのトランク、キャリーケースにまとめました。やっぱ子供がいると荷物すごい多くなるんですけど、まあ最小限にもできるとは思うんですよ。でも私すごいこういうところに関しては心配性なので、まあ結構持ってきたりしてたんですけど、あ、忘れ物しましたね、一個、おしゃぶり。あー、いっちゃん持ってきてないよね。持ってきてる？うわ、なんで嘘つくの？ちょっとそこだけは忘れましたね。うん、まあどうにかしようかなって思います。はい、ということで生後7ヶ月のこと行く一泊旅行の持ち物でした。この動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。